ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は衆議院総選挙についてお話ししていきたいと思います。皆様、大変ですね、激動の衆議院選挙が終わりました。私もですね、かなり深夜まで起きてですね、いろいろとニュースを見ていたんですけれども、いやー、なかなかとんでもない結果となりました。自公過半数割れということで、で今回ですね、この衆議院選挙についてですね、いろいろとお話しした上で、今後の動きなどについていろいろとですね、メッセージといいますか、私が考えていることなども改めてですね、まとめつつお話ししたいと思うんですけれども、まずこちら振り返りなんですが、私がですね、この選挙を通じて発信してきた内容、皆さんもひょっとしたら動画でご覧になっているかもしれませんが、健全な政治体制というものを私はこのように定義づけているんです。現実的な政策を行う2大政党の拮抗、安全保障であったりエネルギーなどといった国家の根幹に関わる点ではどちらの政党も一致している、これは別に連立政権でも結構なんですけれども、要は保守政党と中道右派によるですね、2大政党制みたいなものが日本の理想とするですね、着地点だと思っています。そんな中、今回ですね、私はやはり自民党に対してある程度お灸は据えなければいけないという主張をさせていただいておりました。ではお灸を据えるにあたって受け皿としてどこがいいのかっていうところで、私は3つの党を推奨していました。国民民主党、参政党、日本保守党、これらはですね、皆様の優先する考えであったり、もう最悪ですね、党首の方であったり、選挙区の方に対する好き嫌いでも結構と、ただこのいずれか3党に入れることをですね、お勧めするとという話はしておりました。また推奨はしないんですけれども、日本維新の会も選択肢ではある、そういう風に発信しています。で、今回ですね、選挙結果このようになりました。与党215席、そして野党235議席ということで、自公が過半数割れとなりました。今回ですね、石破政権に対するノーを突きつける決定打となったということ、そして政治と金問題に対するお灸を据えたいという方非常に多かったのではないでしょうか。直前にですね、新聞赤旗が報道した2000万円のお金を不記載議員の方々にですね、こっそり渡していたみたいな話もありましたが、あれもですね、かなりとどめの一撃になったんではないでしょうか。で、ちょっと注目していくトピックいくつか挙げさせていただくと、まず維新の会 VS 公明党、これ大阪の19選挙区において全て維新が勝ったということでですね、これはなかなか勝負に出た結果だなと思うところです。これまで維新の会は公明党とはですね、大阪の中ではですね、うまいことやっていたんですよね。大阪都構想実現のために協力してもらう代わりにですね、公明党とはガチンコで喧嘩をしないみたいな形だったんですけれども、今回の選挙から維新の会は公明党が擁立している選挙区にもしっかりと候補を立ててきて、結果全勝したということで、大阪の基盤を確かなものにしたわけなんですが、ただですね、やはり今回維新議席減らしてしまいまして、全国政党化からは後退してしまったのかなと。どうしても万博の問題であったりですね、兵庫県の知事の問題であったりだとか、最近ちょっといいニュースが少なかったっていうところがもろに響いているのではないでしょうか。またネットのですね、支持層などもですね、結構その自民の受け皿として機能すべき党ではないという意見が非常に多いところです。そして他にもですね、これ全国的に注目されてた選挙区かと思うんですが、埼玉の14区ですね、結果がこれ驚きでしたね。公明党の石井代表を国民民主党が下すと。しかも石井代表はですね、比例の重複立候補しておりませんので完全に落選するという、現職の公明党の代表が落選するというですね、衝撃的な結果となりました。で、こちらがですね、今回私が推奨した3つの政党ですね、参政党、日本保守党ともにですね、オールドメディアからですね、結構厳しく見られていたりだとか、あまり報道されないっていうところがあった、この逆風の中で3議席ずつ獲得という大躍進。ただ大躍進と申しましてもですね、ベストではなかったというのが本音かと思います。やはり5議席固めたかった。しかしそこには及ばなかった。そういう部分では無念かとは思うんですけれども、それでもですね、この完全無名な状態から3議席の獲得っていうのはかなり素晴らしい動きだということでですね、もちろんベストではなかったんですが、それはそれでですね、ここはもう本当にですね、素晴らしい結果だと、それはそれで受け止めたいなと思うところです。そして国民民主党、こちらが一番驚きですね。2倍あるいは3倍ぐらい議席伸ばすんじゃないかという前評判でしたが、なんと議席数4倍の大躍進、7議席から28議席になったということでですね、無党派層であったり
現役世代の支持をうまく取り込んだなと。さらにですね、玉木代表ですね、マイク納めの直前にですね、繋いだのがサプライズで登場した石丸前秋田方市長だったというのもですね、驚きでした。まあ、石丸さんがですね、国政においてどのような政治思想があるのかっていうところがかなりぼかされていまして、まあ、意外とちょっと左派寄りだったりとか、そういうところも見受けられるんですけれども、とは言ってもですね、今のこの政治屋をですね、一掃するという思想に関してはですね、私も強く共感するところではありますので、そうした今のこの政治家たちの腐った状態っていうところを打破してほしい、そういう方々の支持を国民民主党がうまくつないだんじゃないかなと思いますね。そしてですね、今回一番注目しなければならないのは立憲民主党の大躍進。自民党の受け皿として立憲民主党にかなりの票が流れてしまったところです。私はこれはですね、ちょっと直前に注意喚起のような動画を作らせていただいたんですけども、ここはですね、ちょっと残念な方向に行ってしまったと考えています。立憲民主党に受け皿になられてもらってはですね、もうそもそも元も子もないというかですね、もう意味がないんですよね。むしろ悪い方向にまで行ったというところまであるんですが、望ましくない政治体制、先ほどですね、保守と中道右派にすべきだって言ったんですけれども、これではですね、非現実的な政策を謳うリベラル政党と現実的な政策を謳う中道右派の二大政党みたいになるんですけれども、この非現実的な政策を謳うリベラル政党というのはとにかく台頭しないでいただきたいんですね。で、なぜ立憲民主党がここまで伸びるのかって話ですが、結局ですね、国民の政治関心度にもよるのかなと思いました。 NHK 調査によると、今回衆議院選挙投票率 53.84% でした。ちなみに NHK のですね、調査によると、この政治に関心がある人っていうのは 63.1% なんですね。で、大いに関心があるという方はわずか 15.4% です。各政党の特徴や発信を時間をかけて精査して、オールドメディアにとらわれずに正しい情報を追いかけている人は果たして日本にどれだけいるのかっていう話になるわけです。で、正直ですね、まあ、皆さんの周りはちょっとどうかわかんないんですけども、私から見るとですね、政治に強い関心を持たない人っていうのはもうこういう感じです。国民民主党も参政党も日本保守党も存在すら知らないっていう感じです。もしくはどういう政党なのか全く知らない、名前ぐらいしか知らないよっていう方ですね。で、そういう方々が投票にいざ行くってなったらどういう投票行動になるのか、自民党がなんか裏金だ不記載だって問題でやらかして叩かれてるな、許せないな、でも知ってる野党の名前って立憲民主党と日本維新の会ぐらいだな。維新ってでも大阪の政党ってイメージあるから、立憲民主党にとりあえず入れといたらいいか、よくテレビで見かけるしぐらいのもんなんですよね。で、そういった部分でね、ある種ね、作戦勝ちかなと思ったのが、このインフレ率 0% 超っていうですね、立憲民主党が歌ってる公約なんです。私はこれですね、日本経済を根底からぶっ壊す最悪の発信だっていう風にですね、動画にさせていただいたんですけども、経済を知っていればこれがいかに危険極まりない最悪の政策かっていうのはもうわかるはずなんですが、ぶっちゃけた話ですね、経済知らない人の方が当然多いわけですよね。経済知らない人からしたら、インフレ率 0% 超、最近なんかスーパー行っても何かと物の値段上がっていくししんどいな、それを抑えてくれるんだ、じゃあめちゃくちゃ嬉しいやってなって魅力的に映っちゃうんですよね、この公約。ただ経済知ってたら、とんでもない、何考えてるんだ、日本ぶっ壊す気かっていうぐらいの悪法なんですけれども、ここはですね、もうまあ一部の人たちにはですね、支持離れがあったとしても大いにですね、まあ多数派を取り込もうっていうところなのか、これある意味作戦勝ちだったかもしれないですね。いやー、厳しいところですよ。そしてですね、まあ選挙に関心ない方はやっぱりこう言いますよ、選挙に行っても行かなくても同じだ、もう自分が一票入れようが入れまいが変わらんもんってね、言うんですよ。でもね、あなたの持つ票っていうのは確かに1票なんですけれども、あなたの影響力は無限だっていうことを忘れないでいただきたいです。あなたが例えばですね、何か政治に関心を持って、あ、ここの政党めちゃくちゃいいこと言ってるなって言って、それをですね、例えば家族にですね、共有するだけでも、その党に入るですね、票数変わるかもしれません。もっとですね、まあ職場でも友人でもいいですけれども、そういう話をするだけでもですね、他の人の投票行動も変わっていくかもしれません。
人間って強い影響力があるんですよね。どういう方でもですね、自分の範囲内1人2人でも結構です、十分なんですよ。影響力を与えることで、それがですね、伝言ゲームのように広がっていくんですよ。あなたが例えば両親に伝えた、ここの政党いいよっていう声が両親の投票行動を変える、両親がその言葉にですね興味を持って、その政党を調べた結果、友人とかにもその政党の良さを伝えていく、そしてまた広がっていく、口コミって大事っていう話なんですよね。というか、選挙権があるということのありがたさをですね、もっと歴史の授業とかから学ぶべきかもしれません。でも日本ではなんか政治の話とかを人とするのはタブーだみたいな声ありますよね。あれがまずおかしいんですよ。確かに主義主張、政党に関する見方、価値観などですね、ぶつかり合ってですね、人間関係悪くなるんじゃないかみたいな懸念が出てくるのは一部理解はするんですけれども、アメリカとか見てくださいって、政治の話ガンガンしてますよ。親友同士だけど民主党と共和党支持者で真っ二つみたいな、でも全然議論はするみたいな、その議論を停滞させてしまっている、そこがですね日本の一番良くないところかもしれません。そういう意味ではですね、まあ石丸さんの政治信条がどうかっていうのは一旦置いておいて、政治をエンタメ化する、関心を持たせる、とにかく選挙に行く人の数を増やすっていうのはですね、かなりクリティカルな話だと思います。国民が選挙に行くことが政治を変えるっていうことは本当に大事な観点かと思いますね。そして今後の動きに注目していきたいと思います。自民党に関してはですね、まあ石破おろしっていうのがもう始まるでしょう。私が動画を作っている段階では、まあ森山幹事長も含めてですね、今責任を取って辞任をするということは考えていないという責任者にあるまじきことを言っていますけれども、まあ実際問題ですね、アメリカ大統領選などもありますので、確かに一旦はですね、しばらくちょっと踏みとどまるのかなとも思わなくもないんですが、まあ何にせよ党内でですね、石破おろしの動きははっきりと出てくるでしょう。そうなった時に、高市早苗元経済安保大臣を麻生さんや茂木さん、そして今回ですね、まあ皆さんこれは賛否両論あるかと思うんですが、民意を得た、つまり小選挙区で通った萩生田さんが戻ってくるわけですよね。でこれはですね、小選挙区で勝ったのであれば、さすがに民意を得たっていう免罪符をもう萩生田さんは得たと言っていいでしょう。これに対して許せる許せないという声は絶対に賛否両論あると思うんですけども、これに関してはもうもはや民主主義だから仕方がないというところはあるんじゃないでしょうか。で今回萩生田さん、もう後半になったらですね、石破さんのこと叩きまくってましたよね。なんか2000万問題もなんだなんだとか言ってですね、まあいろいろと叩いてました。でまあ他にもですね、まあ西村さんであったりだとかですね、世耕さんとか戻ってくるって話、それに関しても本当に賛否あると思いますし、もう皆さんが考えるですね、いやいやいやっていう気持ちも十分理解できるんですけども、何にせよ石破おろしという部分に関してはプラスに働くのは間違いないでしょう。ただ高市さんを担ぐのかっていうのと同時にですね、別の意見もあります。少数与党となったがゆえに、野党とすり寄りやすい左寄りの岸田さんが再登板する可能性があるんじゃないかと。ただこれに関してもですね、私はまあ可能性は減ったのではないかなと思います。っていうのも、この石破政権陰で支えていたのは森山さん、菅さん、岸田さんなわけですよ。石破さんを総理にしたのはですね、岸田さんですよね。結局は、まあ、この総裁選の決選投票などにおいて完全に岸田さんの影響力が今残ってるんですよ。経済政策などなど全てですね、岸田路線を全面的に継承するって石破さんが言ってしまったわけです。でもその石破さんにノーを突きつけられたってことは、岸田さんの路線がノーを突きつけられたも同然。これでですね、岸田さん再登板、しかもましてやですね、支持率がどん底だった岸田さんの再登板ってことはもうなくなったんじゃないでしょうか。他を見ていきましょう。公明党、石井代表落選してしまいまして、議席も大幅に減少。山口前代表が新しい体制を作らざるを得ないということで、代表交代へ動いていくものとみられます。また立憲民主党はですね、政権交代の連携を模索するという動きになるんですけども、現状大した動きはないように思えるので、ここから実際どう動いていくのかは注目に値しますが、まあ今のところ何も準備できていないと見受けられます。そして維新と国民民主党に関してはですね、自公政権とも立憲民主党とも連立政権を組むことはない、そこはもう完全に否定されていると。じゃあどうなってくるのか。自公政権が少数与党となる可能性があると。ただ少数与党となると政策の実行力大きく落ちます。不信任決議が通るリスクもあります。より幅い意見を取り入れるという必要も出てきますと。そのあたりどうやって運営していくのかっていう、まあ少々不安定な状況にはなるわけです。
で、それらを加味した上で自民党が再び勢力を盛り返すためには何をするのか。はい、もう皆さんお分かりでしょう。議事政権交代です。自民党は支持率が低迷するたびに、議席が減るたびに、右派寄りのトップと左派寄りのトップを入れ替えることで党内で議事政権交代を行ってきた政党です。しかし党としてはあくまで自民党は保守政党であると謳っています。で、現在岸田さん、石破さんとですね、左派寄りのですね方々がですね築いてきた政権、これがもう支持基盤が崩壊しています。だったら次は右派で総裁選の党員票1位だった高市早苗さんを女性初の総理として立てるしかないっていう風に動いていくと思われます。で、高市早苗さんを支持する議員に関してなんですけれども、総裁選で高市さんを支えた主力はあくまで旧安倍派の方々でした。ただ彼らが多く落選したことで高市さんの党内での支持基盤は弱まってしまったと分析する方もいるんですけども、私ちょっと見方が違うんですよね。これはもう完全に否と言いたいです。っていうのも、自民党の歴史を振り返ると分かるんですが、政権を抑えるっていうことに関しては他の政党にないとんでもない団結力見せる政党なんですよ。右にも左にもウイングを伸ばしているんですけれども、選挙のためだったら良くも悪くも強くまとまる政党なんですよね。この辺が他の野党にはない部分ですね。まあ、それがいいか悪いかまた別としてなんですけれども、まあ、選挙に対しては強烈な団結力を見せる。だからこそずっと自民党はですね、長い歴史の中で続いていると。では、そんな自民党の中の多くの方々の本音がこれですよ。このままじゃ次の選挙もやばい、選挙で勝てる人を総理にしなければ、保守層の支持を取り戻さなければ勝ち馬に乗りたい、石破も小泉も岸田も終わりだっていうことなんですよね。まあ、石破さんが終わったというのもそうなんですけれども、今回小泉さんが選対委員長に入ってですね、結局こういう結果になってしまったわけですよ。まあ、さらにですね、これは森山さんも絡んでいる話かと思われますが、2000万円のですね問題もありますし、そこをですね止めなかった、もしくは推進した小泉さん、党内でですねもうこいつは押せないなっていう声かなり出てきています。さらに総裁選の時も小泉さんの手たらく見てですね、あ、全然ダメだな、これはちょっといくら国民人気があったとしてもすぐボロが出るぞこの男って思ってる人かなり多いんですよ。なので、今まで高市さんを支持していなかったけれども、次は勝ち馬に乗るために高市さんに乗っかろうという方めちゃくちゃ出てきます。いや、でこれって理想論でしょみたいなことを言う方もいるかと思うんですけども、実際問題、今回総選挙において高市さんに応援演説してほしいって言ってきた人130人いたわけですよ。まあ、つまりそういうことです。自分が選挙に受かるためならば、もう何でもいいんですよね。もう勝ち馬に乗りたい、それだけなんですよ。これらの本音が証拠っていうことですね。ちょっと今文字修正しました。ごめんなさい。ただ、懸念もあります。高市内閣ができたとしてもですね、少数与党では高市さんが練り上げてきた数々の政策を実行することは限りなく困難となります。それだけ政権不安定なんですね。その間に高市さんを潰したいオールドメディアがあることないこと、どうでもいいことで高市さん潰しに動くこと間違いなしなんですよ。なので、しばらくは我慢の時となるかもしれません。ただその間ですね、保守層の、まあ、我々はですね、オールドメディアに騙されないようにしなければならない。高市さんをはじめとした自民党内の信頼できる保守議員、そして国民民主党、参政党、日本保守党、このいずれかをですね、しっかりと応援する。ご自身の価値観、心情、応援したい人、そうした心に従ってですね、応援し続けるということが大事ではないでしょうか。そして健全な政治体制、改めてもう一度言います。私が考える理想の形はこれです。現実的な政策を行う二大政党の拮抗、安全保障やエネルギーなど国家の根幹に関わる点では完全に一致している。保守政党、中道右派が切磋琢磨する、そういう体制を作っていくべきだと考えるわけですね。そうした意味では今回の国民民主党の大躍進というところも非常に歓迎すべきところではないかなと思います。さあ、ここからどう政局が動いていくのか、本当に注目しがいのあるところですが、まあ皆さんもですね、今回の総選挙いろいろ思うところがあったかと思いますので、いろんなコメントをぜひいただければと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いします。また当チャンネルはメンバーシップも開設しております。メンバー限定動画や過去の非公開動画などを公開していきますので、ご興味のある方はメンバーシップの加入をお願いいたします。またグループチャンネル世界の経済ニュースでは、このチャンネルだけでは得られない幅広い世界の動きについて取り上げています。サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。